最近カプコンのセールがすごいかも。ワンマンテンション上がる。今日のアンマンちゃんでございます。アンマンちゃんがイヤホンで遊んでます。アンマンが見しながらね。手で持ってるところがね、かわいいですよね。その上に登るんだと。その前に攻めてくるなと。この上に登りたいって言ってる。ちょっとお尻押さえててって感じ。はいはい。こんな感じですか。ちょっと押さえてるって感じ。押さえてますよ。毛玉お姉さんが押さえてくれてる。やめてよって感じ。モフモフしないでよって感じ。テンション上がっております。アマンちゃん楽しそう。それでは本編スタートです。どうもー、国でございます。セールね、やっとります。カプコンのセールでございます。そういえばカプコンといえば40周年アニバーサリーっていうことで、サイトがね、できてるんですよ。特設サイトが。これがね、結構面白いんで、ぜひね、見てみてはいかがでしょうか。概要欄にね、リンク貼っときますね。なんかレトロゲームのね、コーナーなんかもね、あったりするし、するしじゃないよ。するし、いいと思います。今回ね、こちらの地雷セール、やっておりますので、見ていきたいと思います。さて皆さん、前回のセールとね、何が変わったか、ちょっと見てみましょう。それではですね、カプコンの地雷セール、見ていきたいと思います。対象タイトルのダウンロード版がお買い得ということでね、プレイステーションと、ニンテンドーショップと、スチームとあるみたいでございます。で、セール期間が、もうあと数日っていうものもありますので、ぜひね、皆さん見ていっていただけたらと思います。それでは、まず一つ目はピックアップということで、こちらはスチームですかね。モンスターハンター。ワールドライズ。あと、ドラゴンドグマ。逆転裁判1、2、3のセットですね。あ、これが986円はいいね。で、カプコン40周年アニバーサリーパックっていうのがありますね。ドラゴンズドグマ。逆転裁判。あ、これが全部入って7046円っていうことですね。これはまあお買い得かもしれないですね。じゃあ、プレイステーションストア見ていきましょう。7月5日までになっていますので、注意してください。モンスターハンターシリーズですね。これが、まあ、安くなってますよと。ワールドアイスボーン、アイスボーンマスターエディション、超大型拡張コンテンツのセットのやつですかね。で、拡張コンテンツをデラックスキットっていう、このセットが一番いいのかな。下はモンスターワールドアイスボーンデジタルデラックスっていう、これは追加コンテンツってことだよね。2952円は。アイスボーン持ってる人が、買うものだよね。そうだよね。多分ね。本編っていうのがないからね。モンハン、これを機にやってみたい方はいかがでしょうか。バイオハザードシリーズですね。ゼロが771円。あ、買おうかな。結局前回買ってないんですよね。バイオハザードエッジで、リマスター。これが1ですね。でも771円。4が770円。5が770円。6が770円。これセットはないんだね。なんかセットで安くなるみたいな。バイオハザード
リベレーションズ2。コンプリートシーズン。これすごいね。これ1と2。これなんだろう。クリックしてみればいいのか。どういうこと？説明がないんだよな、相変わらず。で、次が、デビルメイクライシリーズですね。こちらが、エチデコレクション、1462円。安いよね。デビルメイクライ4、スペシャルエディション974円。これ安いよな。あと、その他ということで、カプコンアーケードスタジアム、魔界村。あ、いいっすね。アーケードスタジアムの、魔界村、バルガスヒゲマル1942、戦場の狼、セクション Z。あ、これ欲しいな。あ、買おうかな。戦いの挽歌とかやったな。いいですね。アレスの翼。バイオニック、これなんだ。カプコンアーケードスタジアム。これなんだろう。バイオニックコマンド。100円。全部100円ですね。フォーゴットンワールド。大魔界村。ストライダー飛竜。天地を喰らう。ファイナルファイト。あ、これ、なんか全部欲しいな。1941、戦場の狼2。チキチキボーイズ。これなんだろう、US ナビっていうの、なんだろう、よくわかんないですね。これはなんだ。あ、こんな感じのゲームらしいです。3D シューティングなのかな？ストリートファイター2とか、結構ありますね。キャプテンコマンド、バース、天地を喰らう2、赤壁の戦い。うわぁ、結構ゲーセンで遊んだものが結構あるんじゃないですか？ストリートファイター。これは、何なの？これ、8になるの？ これはどう見ればいいんだっけ？これは、どうなんだっけ？ちょっとわかんない。2X ってことかな？なんかあまり見ない書き方だもんな。ギガウィンク。1944。あ、これは、まあでももともと200円だからね。まあもともとが安いとは言えるんですけれども、それが半額の100円になっているということで、ぜひおすすめでございます。じゃあ、任天堂 e ショップですね。こちらも7月5日、になっております。モンスターハンターシリーズで、モンスターハンターダブルクロス。任天堂スイッチバージョンが、63%オフ、1490円となっております。あとは、カプコンアーケードスタジアムの、あれですね、さっき言ってた、プレイステーションで見たものが全部入ってる感じですね。あ、そしたらスイッチ版買った方がいいかな。迷うな。プレステ版もいいけどな。じゃあ、スチームですね。こちらはちょっとセール期間が長くて、7月14日までになっております。あ、でも7月14日の朝1時59分までなんで、まあ実質13日までだと思っていた方がいいですよね。モンスターハンターシリーズということで、モンハンがね、だいぶ安いですよね。サンブレイクなんかも。ありますね。
モンスターハンターストーリーズ2、これ結構面白かったですよ。デラックスキットでも2497円ということで半額ですね。でモンスターハンターワールドアイスボーンですね。で、バイオハザードシリーズということで、こちら、ビレッジが2000円になってますね。1996円。バイオハザードビレッジの Z バージョン。まあ、買うなら Z バージョンの方がいいだろうな。ちょっと過激なシーンがあったりするんでしょうけど。ビレッジ。なんかこの、あれですね。バイオハザード7、グロテスクバージョンっていうのがある。796円。まあちょっともうできないんだろうな。怖くて。バイオハザード2あたりの Z バージョンぐらいならまだできるかな。操作性とかどうなんだろうな。まあリメイクだから操作性はしやすいのかな。バイオハザードアンブレラコア、1015円とかですね、いろいろありますので 75% 引きでございます。ロックマンシリーズですね、こちらロックマンゼロゼックスのダブルヒーローコレクション、これなんかお得なんじゃないですか。 67% オフ、ロックマン11の運命の歯車、こちらも 67% オフですね。この辺のアニバーサルコレクション、クラシックコレクションなんかもかなり安くなってるので、全部 60% オフですからね。ロックマン好きな方は、いかがでしょうか。で、デビルメイクライシリーズですね。こちらも 67% オフ、70% オフで、デビルメイクライスペシャルエディションですね。これが913円ですね。これは何だろう ?DMC。デビルメイクライ、761円ということで。これはどういう感じなんだろうね。DMC っていうのは、ちょっと私はよくわかるんですが。で、その他としてですね、40周年アニバーサリーパックということで、先ほど言ってましたセット内容ですね。かなりまとめて買うならお得なんじゃないでしょうか。あ、狼も入ってる。設計版。あ、ベルトあれ、ベルトアクションコレクションなんかも入ってますよ。これ結構いいんじゃないですか。で、あ、これバラバラで買ったときはこの値段っていうことですね。ストリートファイターアニバーサルコレクションインターナショナル版。986円。ファイティングレジェンズパック。これはどんな感じなんだ?スチームですね。あ、これが入ってるってことか。よいしょ。逆転裁判なんかもね、いいですよね、スチーム。狼は面白いですよ。もう一回やってもいいぐらいだけど、結構難しいところがあったからな。まあ今だったら結構できるかな、アクションゲーム結構やってきたから。帰ってきた魔界村ね。こちら、1995円なんで、かなりいいかなと思います。ストライダー飛竜なんかもね、ありますね。というわけで、カプコンのセールがこちらですね。スチームが、7月14日1時59分まで、実質7月13日の、26時前ってことですね。26時前までっていうことになってます。で、こちら、任天堂 e ショップですね。7月5日までになっております。こちらは、23時59分までなので、ギリギリまでですね。日が変わるギリギリまでやっております。で、プレイステーションの方ですね。こちらは、
4月5日、23時59分なので、日が変わる直前までセールしていますので、ぜひね、カプコン、ジュライセール、ぜひね、皆さん、見てみてはいかがでしょうか。e ショップでね、任天堂なら e ショップ、プレイステーションストアで、スチームならスチームで、セールにたどり着けるみたいなので、ぜひ見てみてください。というわけで、今日もご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。前回のセールと変わってないかな。でもね、だいぶ安いんで、ぜひこれを機にね、購入してみてください。それでは、またね。